皆さんこんにちは、タクです。この動画は2023年夏、僕がパリで旅行した時の様子です。この日にはパリ発祥のジュエリー屋さんに行ってプレゼントを購入したり、今パリで流行っているインテリア用品屋さんへ行ってお土産や旅の思い出の品を探しました。美味しそう。ディナーではかねてからずっと気になっていたイタリアンのお店へ行き、絶品パスタや絶品ピザを楽しむことができました。サンセットの時間にはセーヌ川沿いへ行き、落ちていく夕日をゆっくりと楽しむことができました。綺麗。夜にはルーブル美術館のライトアップも見れて、とても充実した一日になりました。ぜひごゆっくりお楽しみください。今、メトロ降りて、これから雑貨屋さんとアクセサリー屋さん行きたいんだけど、どっち先行きたい？どうしましょう。一応あのアクセサリー屋さんの方が近い。じゃあアクセサリー屋さんからでいいんじゃない？アクセサリー屋さんから行こうか。太陽当たるとやっぱ暑いね。暑い。パリの日の入り時間9時。今日長いよ一日。長いね。9時までどんぶり楽しんで、なんならあの日落ちるところとかもどっかでサンセット綺麗なところで見れたらいいね。いいね。この気候を日本で感じれるのはまだ1ヶ月ぐらい先かな。そうだね。8月でこの涼しさはなんか変だよね。すごい可愛いよ、変えちゃったよ。店員さんすごい良かった ね。最初結構高圧的かなとか思ったけどさ、すごい対応してくれて、税金のこともやってくれたし、いいプレゼント買いました。でも他もすごい良かったよね、セレクト、ね、なかなか良かったから。アドバイス Google。 アドバイス Google。 OK。 Don't forget。 OK。 Google に私の評価ちゃんと5をつけといてねって言われた。ありがとう。これね、実は日本の梅田のどこだっけな、ビショップがシップスか、あ、ビーブスかさ、なんか見つけたブランドで、これパリって書いてあったから、あ、どうせパリ行くんだったらパリで見てこようと思って、店舗で種類があって選べてよかった、ほんと満足。一旦雑貨屋さん行こうか。すごいなんかインテリア雑貨みたいな、うん、売ってるよね。ヤマトも多分ちょっと好きだと思う。ここもパン屋さん美味しそうだね。パン屋行っとく。行っちゃうよ俺。行ってもいいけどな。え、行ってもいいけどな。うまそうだ。ここ雑貨屋さん、これほらすごい雰囲気良くない？お、いい感じ。めっちゃいい感じだよね。
さっきの雑貨屋さんめちゃめちゃ雰囲気良かったね。可愛いコップとかお皿とかケースもすごい可愛かったりしたんだけどさ、ちょっとお高いね。高かったね。コップでもさ、大きさが3つあって、なんかもう一番小さいやつでも4000円ぐらいして、中間のやつ7000円とかで、大きいやつ1万円とか。可愛かったんだけど、ちょっとさ、お土産で買うにはちょっとね。食器とかさ、もそうだけど、ま、引くやつ、ランチマット、ランチマットとかトレーとかも可愛いのあったよね。あったね。いや、よかったよかった。ちょっと早いけど、ディナーのお店行きますか。行きますか。光が柔らかくなって、街が綺麗に見えるね。もう7時や。みんなレストランにはいるけど、夜ご飯って感じじゃないよね。全然だね。夜ご飯前のアルコールって感じじゃない。僕らもまだお腹空いたで夜ご飯食べようかって感じじゃないもんね。まあなんか天気がな、7時20分のさ、現地じゃないじゃん。そうやね。こんだけ明るいと思いっきりフランスに来てイタリアンっていう。でも気になったから、パスタとかピザとかめっちゃ美味しそうだったよ。ここ曲がってすぐ。全然夜ご飯感ないね。ないね。あ、お店入ってる。Yeah. Thank you. 美味しそう。これめちゃくちゃ美味しそうだよね。トリュフの香りがすごいね。Merci. じゃあ。いただきます。美味しそう。本当に美味しそうだね。真ん中とりあえず切っちゃうね。美味しくないわけないな、これは。じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。結構軽いわ。食べやすい。じゃあパスタもいただいていいですか。トリュフ取りすぎた。美味しいって、なんて言うんだっけ。セトレボンだ。セトレボン。美味しい、本当に美味しい。濃厚。ちょオリーブオイルがかけてもいいかも。めちゃめちゃ美味しかったね。美味しかったな。雰囲気も良かったしさ、お店の、うん、奥結構なんか落ち着いた感じの空間あって良かったね。ご飯も美味しかったし、パスタもピザもどっちも美味しかったね。美味しかったね。8時15分とかになるとすごいあれだね。お店に人が入り始めた。そうだね。ちゃんとみんな夕飯食べ始めたね。じゃあメトロ乗って最後夕日見に行きますか。エッフェル塔行くのはちょっと遠いから、コンデスアルバシっていう、あのエッフェル塔とかさ、ルーブルがすごい見やすい場所があるから、そこに行きましょう。ルーブル駅か。うん、メトロの。で、降りたらいい感じで、空もあれだね、雲なくなったね。なんかね、三角のやつと三角のやつ雑。ルーブル美術館の綺麗な夜景が見えて、
いいね。あそこの方すごいオレンジだけど、さっきあっちの方にエッフェル塔見えたんだけどね。見えた見えた。とりあえずエッフェル塔見える綺麗な橋の方行きますか。まあでもここもすごい綺麗だね。ね。ここ渡ろっか。飛んで触れますか。なんか工事中だね、だいぶ。え？だいぶ工事中なんだね。真ん中にここにね、椅子あるんだけどね。ああ、そうかいな。めっちゃ綺麗。綺麗。エッフェル塔の見えるセーヌ川沿いに行きますか。もう9時だよ。あら9時でこの明るさってすごいよね。全然9時の感じがしない ね。うわー、テクニックみたいにしてる。どっか座ろっか。どこに行くの。これ入ってばあそこにしようか。立ち上がった。じゃあ椅子で。もうちょい奥にする。椅子は、あ、椅子でもいいよ。エッフェル塔が光って見えるね。ちょうどシャンパンになった。シャンパンフラッシュ。あ、終わった。早いの、終わんの。こんな早いんだ。今日ルトランブルーで時間取られすぎて行けなかった。ルーブル美術館綺麗だね。まだライトアップされてないけど。